마리오になったぞ! Let's go! よし、終わった。宿題も終わったし、マリンメーカー通信終わった。で、ステージを変えようか。よし。で、まずはゴールポストを移動させて、で、その次に地面を次はキラーを設置して、次はコインを置いて、次はドッスンをここに置いて、キノコはどこかな？キノコ、キノコ、あった！キノコをここに置いてと。
よし、マリオになったぞ。レッツゴなに、どうしたの。え、庭にパックフラワーがいる。パックフラワー、うん、あのスーパーマリオの、うん、いるわけないじゃん。 いるんだよ。パックフラワーが、うん、見に行ってみようか。うん、うん、分かった。じゃあちょっとベランダから見てみよう。よいしょ。 ありがとう。本当だ。あれパックンフラワーっぽいね。だけどパックンフラワーじゃなくない？リアルだけどパックンフラワーかな。確かにパックンフラワーじゃなさそうだね。なんかしね、似てるね。だけどね、ちょっとなんか気持ち悪いね。動いてるよなんか。下で見てみようか。じゃあ見に行こう。なんかちょっと怖いね。うん、襲われる可能性高いね。食べられちゃったりとかするかな。食べる。ああ、怖いね。ちょっといる。なんか。うわ、気持ち悪い。ああ、気持ち悪いね。襲ってきたりするのかな。駆除した方がいいじゃん。やっぱ駆除した方がいいかな。うん、だってママも危ないし、シーシーも危ないか。うん、じゃあパパはファイヤーフラワーを医者にあげるから、うん、それで駆除しよっか。あ、そう持ってる。持ってるよ。行くよ。ふい。じゃあそのファイヤーフラワーの能力で。パックフラワーに投げてみて。ファイヤーボールを。いけ。パックフラワー倒したぜ。やったね、いいじゃん。アーチャー、アーチャー。じゃあもう一回行きます。アクション。宿題も渡し、マリオメーカー通しよう。ちょっと待って。なんかわざとらしくない今の。もうちょっと自然にやろうぜ。 OK、 もう一回行こう。行きます。よーい、アクション。
ちょっと待って、不自然、不自然、それなんか自然にできる、できない、自然に、よーい、アクション。あー、そうだね、そうだね、それいいね、うん、で、あーってなって、宿題も外し、マリオメーカー2しようかな、マリオメーカー2やろうみたいな感じがいいかも、うん、うん、いやー、宿題終わったし、マリオメーカー2しようった、それいいね、はい、行こう、それはそのパーティーね